まだまだ曲はありますよ、はい、見てる側は本当にずっと見ていたいような楽しさあるんですけれども、決めたかったね、どっちも。遠くに太郎、六枚山のスーチーソー、自分のところにだけ来なかった、悔しい。さあ何の4曲、京太君2本、これで本場です。2000点 OK じゃないですか。さあということでどんどん軽くなりました。逃げ切りの白鳥、追いかける堀、すでに2人が泣きを入れています。これさ2000点で同点ですね。2000は2300は4300、4300点差なんで、積もると OK、はいはい、最悪もそれでもいいということになりますよね、はい、さあそして滝沢、滝沢さん漫画の積も条件になりましたね。漫画出上がり OK ですね。さっきまで羽根マンだったのがね、漫画になったんで、しかも本当にあーでも逃げ切りたい、逃げ切りたい白鳥、逃げ切れそうですけどね。太郎はどうですか。太郎きついか、厳しい。何だったんですか、あのスーチーソー、本当に C だ。ウーマンをもう24667から缶、はい、ウーマンでチーしました。ポイントのターツが足りてないんでね、浮かせれば浮かせるだけいいですよね、うん、なければ OK。 ポイントのみの2000点だと出上がった時に同点になりそうで、ハクが泣けたら単独のトップが見えてくる、はい、白鳥さんから以外からですね、2000点も、はい、とにかく本一。一時期5500点とかでしたよね、堀の点数。まだ36000がね、はい、大きすぎた。白鳥は缶3品をチーしています。単葉で勝負をかける。あ、白引いたの、あ、トーン重なったの大きいですけど、代わりに白が危ない。でも4番手の太郎は前に出るしかない。ここは白、さあ堀単独トップへの道が見えてきました。白本一のイーシャンテン、打点がどうというよりもドラのシャワーはいらない。ここはね、危険なのが怖いんで、条件苦しい人はねドラを持ちますもんね、はい、8000が、8000打っても大丈夫か。8000打っても2着は残るけれど、もちろん打ちたくはない。なんか堀さんにはもう勝負するせざるを得なくなったんで、うん、シンプルにどこのターツ残ってるのが一番いいかだけですね。8000まで打てる、そこを強みに行くか。ワンズーツのを考えてそうですけどね、これどっちもはね残せないと思うんで、うん、太郎も時間のなさは感じているはず。滝沢も少しだけ手が重たい、想像の形が不自由です。ポン、ここでパースを切り、そして白鳥が鳴きました。数万先打つ、どうなんですか、先切らない、目いっぱいでいく。いや、有利は滝沢さんだね。はい、引いたより1だよ。引いた、いい金がまず2枚山、高めの1品2枚山です。全部で 5, 全部で 5, 5。そして一発目ローピン全然通ってないです。でこれで1000は1300でも同点になりました。堀さん本当だ、リーボーが出た、うん、ウーマンが通ってるのかな、ね、リアマン切るってことは缶ウーマンをチーしてますね。俺は滝沢からチーしてます。とんでもない条件になった、ない無理だ、チーソー、チーソー打っとけばスーソーもまあ打ちやすいってことです、うん、おースーソーローソーいけます。ウーマン現物、ローマもワンチャンス、キューソーはローキューソーはまあなさそう。ただ堀さんがリャンマー余ってるとなるとスーソー中筋の方になりますかね。はい、そうですね。でローソーはもう一枚勝負になるでしょうか。ゴヤマ、どうだ、うわいない、いいピンは打たれるよ。すごいよ、もうこれどうなっちゃってるんですか。で、スーソー、そうですね、通ってる、うわでもう厳しい、もう大変だ、追いつく、スーソー切れる、で、イースーチーピン、ゴヤマ、ゴヤマいる、あーいない、堀が追いつくもある、追いついてないけどだ、条件足りた、条件足りました、2000点危ない、危ない、危ない、危ないけど、チーピン危ない、いやでもこれチーピンだな、勝ちは10番、チーワンだ、しのいでる、しのいでる、でこれ滝沢さんに報じると3着になるかもしれないけど、堀さんだったら2着で済むんでマンズ打ってますよね、はい、そうですね。いやもうトップを逃すのは嫌だけれども、チーマン通った現物、ただここまで悩んでいる堀、チーマンだね、チーマン吟味に吟味を重ねた結果はチーマン、
でも白鳥の形がいつだって危ない。危ない。本当に危ない。いやこれでも太郎さん来ますからね。絶対来る。いや入んないよ。絶対来る。でスーチーピンは受け入れられる。スーチーピン残ってますもんね。残ってます。あ、老僧打ちちょっと考えてるかな。9万割1の現物。老僧取ったよ。太郎さん老僧打てるようになった。太郎の活用が見出されてる、ね、なんということだ。注意してな、注意して天敗。3万打ってチーピンタッキー。3万は打ちやすい。いや打ちやすいとかじゃないのか。もうキューピン、これ役がない。役がないです。白鳥は換算ピンチーパーソーポン単葉です。打つ牌がない。一旦天敗系取ります。いや取らない。キューピン、さあどうだ。そろそろまだか。いやあんないよ。安全にはいけるんです。でイースチーピンどこに行ってしまった。遠なり。いないいない。ローピン取った。いやもう君の顔は見たくない。いやこれ太郎さんが厳しいな。これチーマン3枚見られたんだもんね。スーチーマンの受けが残っています。太郎はこれは小さい4枚見えてるから打てる。リアンソー通ってる。パーソーも通ってますもんね。パーソーも通ってる。中筋ギリギリの戦い。すごいよ。おらせた。もう入り込んでますね。いやー天敗ないよ。ハッピン、これは全く通ってないですよ。一旦ロー。減ってないよ。イースチーピン減ってない。なんでこうなっちゃったんですか。いやいないよ。ちょっともう堀はマンズ周辺はいらないんです。いやこれ危ない、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 これは無理。端っこ一品高めですよ。いやこれは止まんないでしょ。一品他全部危ないもん。端っこいいピン掴んでしまった白鳥。ドラガシャーナだけでね、これメンタンピンとかに当たるチーピンの方が嫌なんですよ。なんで9ピンから押してるんで。いいピンは無理でしょ。一気通貫の当たりなんだもんね。無理だよこれは。滝沢8300。最後は一気通貫決めました。リーチピンフ一気通貫8000は8300。これで滝沢がトップ目に、白鳥は3着まで落ちました。いやこんなにマージャン難しいんだよね。これチーピン放置してたらトップですよ。白鳥さん裏が乗ってないんで。そうです2000点で。そうですね、今見たところ裏が乗ってない、はい、チーピンを耐えに耐えたのに一品の方で放置してこの決着。ドラがシャアで見えてた分ね、タンヤオとかの気づかない一品を打ってる、はい、何も間違えたことしてないのにね、うん、さあでも滝沢和則しっかりと佐々木スタートの、うん、いかがでしたでしょうか。この動画を楽しんでいただけましたら高評価チャンネル登録をお願いいたします。またこの曲が見たい等のリクエストもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。